はい、こんばんは、ポップです。エフェクトチャンネル5月5日火曜日、続いて新興国通貨3ペア3通貨の解説を始めていきます。順番はいつも通りトルコリラ円から始めまして、メキシコペソ円、南アフリカランド円の順番で解説をしていきます。えー、それではまず、えー、全体の相場感から振り返っていきましょう。こちらのサイトをご覧ください。えー、こちら世界の株価のサイトでございますが、えー、まずはね、ニューヨークマーケットを振り返っていきましょう。 週初めのダウ平均は前日比プラス26ドル。 終わり値で2万3749ドルということで、えー、わずかながら0.11%の上げという形で、えー、週始めのね、えー、相場が始まったというところでございます。えー、序盤はね、かなりマイナス圏からスタートして、まあ1%以上のね、下げからスタートしたという状況でございますが、まあ引けにかけてね、スルスルっと上がってきまして、なんとかね、プラス圏で最後終わることができたというところでございます。えー、そしてね、えー、今日東京マーケットの方はお休みでございますが、まあ時間外取引の CF FD の方はね、とうとうこのダウのね、上げにつられて上がってきまして、金曜日、先週末の終値よりかね、だいたい56円ぐらい高い、今は1万9675円ということでね、全戻しという形でね、今、終了、今、株式の方が動いているというところでございます。そして、ダウ平均のね、時間外取引に関しても、昨日の終値からね、だいたい230ドルぐらい上がっているということでね、先ほどまでは2 4000ドルを回復していたかということでね、 まあ金融緩和、ジャブジャブのところがい、えー、まだ、ねえー、続いているということで、えー、なかなか下がりに下がらないというところでございます。えー、そして、えー、しばらく前には、ね、懸念されておりました原油の動きでございますが、今、もう絶好調ということで、ね、少し前までは1バレル18ドルから19ドルぐらいだったところがです、ね、今や23ドルまで上がってきたということで、ね、まあ、原油の懸念はかなりなくなってきたかなというところでございます。まあ、株式相場の、ね、上昇に合わわせて恐怖指数と言われる、まあ ビッグシスですねこういったところも下がってきているということで、株式相場及びこういった商品相場ですね、原油を含めた商品相場の方は完全なリスクオンというような状況でございます。しかしながらね、為替の方はそれに連動しているかと言いますと、まあ、二極化しているという状況でございます。結論から言いますとね、トルコリラの方は相変わらず弱く、メキシコペソや南アフリカランドの方は反発しているというね、昨日からの状況が続いている形でございます。ではトルコリラインの方から見ていきます。 いきま,しょうまずは15分足1日の時間軸をご覧ください。 えー、昨日の動画解説のタイミングでは、まあ、15円10銭から15円20銭の間ということでね、えー、ほぼほぼ動きがなかったという状況でございますが、とうとうね、えー、今日は、えー、また下げトレンドから15円10銭のところで一旦はね、えーまあ、反発するもののヨーロッパ時間の中盤からですね、えー、15円10銭という、まあ、今日の昼間のね、安値を抜いてしまいまして、こちらも今史上最安値更新中というところでございます。 トルコの方はね、反発の兆しすら見られないということでね、かなり厳しい状況が続いている形でございます。そして、60分足ですね、こちらが約1週間の時間軸でございますが、先週のね、中盤ぐらいまでは15円25銭でサポートを受けていたというところでございますが、まあ、週末のところでね、15円25銭を割り込んでしまいますと、まあ、週明けからは逆にその15円25銭よりか下側、そしてとうとうね、節目であります15円付近まで今ね、近づいてきている ということで、今のところね、じりじりと下げている状況からいきますと、まずは15円割れで大きくした方向に走るかどうかというところをね、注目していただければというところでございます。まあえー、とかねてからね、トレンド転換する際には、60分足、もしくは4時間足ベースでね、大きくしたヒゲが出て、元に戻るような投げ売りが入らないとね、トレンド転換はしないというお話をね、しておりました。まあ、4時間足をね、見ていただきますと、まあそういった動きが出るかどうかというところですと、ここのところはじりじりと下げている。 だけであって大きななセリングククライマックスオーバーーバシュートは見られないという状況でございいます、えー、ということであればですね、えー、引き続き、えー、15円付近で、えー、サポートが一旦は入るかもしれませんが、割り込んだときに走るかどうか、まあ、こういったところをね、えー、注目しながら一気にね、根が飛ぶような形で下方向に跳ねてですね、まあ、跳ねてと言いますか、落ちまして、大きく下ヒゲで、えー、戻ってくるようなことがあればですね、えー、ロングをしてもいいかなと思いますが、安、ま、値、あ、付近だからといって、今の段階から、えー、ロングを組むというのはね、えー、引き続き 反対させていいいただくととう形でございますところどころね今まで16円のサポート、そして15円50銭のサポート、15円25銭のサポートということでね、ねことごとく節目のところではサポートが入っている。こちらはね日本人がロングを取りたいということで、サポートをね入れているというような形も予想されておりますが、こういったところでね15円一旦サポートが入るかもしれませんが、大きくねオーバーシュートしなければトレンド転換しないという形になりますので、安値付近だからといって、 まあ市場最安値だからといってロングをしてしまいますと痛い目に遭うという形でございますのであくまでもロングを取るタイミングは投げ売りが始まってからというところでございますのでそれを覚えつつロングは控えていただくようよろしくお願いいたしますはい以上でねトルコリラ円を終わりまして続いて絶好調のメキシコペス園見ていきましょう はい、メキシコペソ円の方は順調に上がっているところが見て取れます。まずはね、昨日の動画解説のタイミングですと、このあたりですね、4.35付近をうろうろしておりましたというところでございます。4.35をね、こちら超えてからも4.4円や4.45というね、50ピップスごとにレジスタンスがあったんですが、しっかりね、このレジスタンスを食らってもですね、移動平均線の上側でですね、しっかりと陰線から陽線に切り替わっている。 まあ、移動平均線の右肩上がりで、その上側でですね陰線から要線に切り替わっているというところを繰り返しておりますので、上昇等場が相場がき綺麗に続いているというところでございます。やっぱりね、一旦ピークをつけて、ねこういった節目のところでレジスタンスを食らって、移動平均線を割り込んでしまいますと、トレンド転換というところであるんですが、しっかりとね移動平均線にタッチするまでもなく、ですねその上側で陰線から要線、要は高値に張り付いてね、サポートが入ると。 いいいいいうううととととととここころろででででごござざまますすので、まあ、順調なな、ね、上昇ということでなんとを超えてきたちょっとね、ヨーロッパ時間のところ、4.45で苦戦したところが見られるんですが、最終的には4.45をね、上抜けしまして、上抜けした後、移動平均線及び4.45でね、レジスタンスがこちらサポートに切り替わっているというところで、これからもね、サポートが入るところであればですね、しっかりと上に伸びていくかなというところでございます。ただね、どこまで伸びるかというところは、60分足、1週間の時間軸をご覧ください。 前回の、ね、レジスタンスが4.5をつけたところからですね、まあ、一気に下がってしまって200ピプス下がったというところでございます。まあ、やっぱり移動平均線と、ね、平均足の関係を見ていただきますと、 ちょうどきれいに、ね、分かれている形でございます。まず移動平均線が右肩上がりの状況であればです、ね、平均足の方はその上側で,です、ね、サポートが入るという状況でございます。まあ、こういった陰線、陰線のところはしっかりサポートが入っているというところになりますし、逆に、ね、下げトレンド、下落トレンドの場合ですと、移動平均線が右下下がり、その下側で、ね、反発しても要線から陰線に切り替わってしまうというところが続いているというところでございます。今回、ね、振り返ってみれば4.3 と,ところでね、サポートが1回、2回、3回粘って、なんとか移動平均線を上抜けた。こういったところでね、トレンド転換しているということでねトル、トルコリラとはちょっと違うような動きをしているというところでございます、まあ。トルコリラの場合はね、一旦オーバーシュート、下の方に。 投げ売りがが始ままらななければトレンド転換しいいいというとうころでございますがもう一つ、兼、えー、ねてからお話ししているのが、まあ、60分足もしくは4時間足ベースで、まあ、あるところでサポートが入って、一気にボリンジャーバンドの上限をですね、角度を変えるような上げがあった場合、こういったところでね、トレンド転換するというのもね、二、えー、つ合わせてお話をしております、えー。今回はね、後者のそのボリンジャーバンドの上限をね、えー、曲げるぐらいの上げが、ね、出ておりますので、まあ、こういったところはね、サポートが入っているというところでございますが、一旦はね、4.5 5円付近で、えーまあ、そうういいいいいったたたねロングををめた方ととところろは、えー、利益確定ししていただくのがよろしいかなと思います4.5円もねこれから移動平均線のサポートが入るかもしれませんので、まあ、こちらね、ね一旦はレジスタンスを食らって移動平均線よりか上側でね陰線から陽線に切り替わるというねサポートが入った場合は4.5円超える可能性もありますが、まったんは、ね、レジスタンスがあるということは覚えておいた方がよろしいかなというところですね。4時間足見てみましょう。 はい、えー、こちら4.3円ね、前回に引き続き、えー、がっちりとね、サポートが入って、まあ、ダブルボトムというような状況でございます。えー、市場最安値の方がね、えー、もう少し時間軸伸ばしますと、ちょうどね、4.2円の、えー、まあ前半といいますか、えー、そこで市場最安値をつけているというところでございました。よってですね、4.3円を明確に割り込んでしまって、4.2円に近づきますと危ないですよというのはね、えー、週末、先週末の動画でもお話しした通りでございますが、まあ、その手前でですね、えー、ダブルボトムをつけて買い とというところでですので少し、えー、トレンドがね、えー、変わってきたかなとといいうところでございます、まあ、しかしながらね、えー、4.5円を抜けれるかどうかというのはね、えー、この辺り4.5円付近で、えー、ロングを組んだ方々が、まあ、戻ってきたというところでね、えー、やれやれの戻り売りという形で売り圧力が強くなるのでまっ、あ、たはレジスタンスが入るかなというところでございます、えー、ただね、えー、それで移動平均線4時間足ベースで今ね4.4円ぐらいでございますがこれがね右肩上がりで上がってきますのでそこの部分のサポートでね、えー、キャッチできる ねえーまあ、4.6円を目指すという展開も出てくるかもしれませんので、そのあたりは移動平均線付近で、えー、一旦4.5円つけてからね、サポートが入るかどうか、60分足と4時間足で、ね、しっかりとチェックをいただければというところでございます。えー、ちなみに前回はね、4.4円および、えー、移動平均線の4.4円ですね、えー、こちらのところでサポートが出なかったということでね、一気に下がってしまいましたが、えー、今回はね、反発したところで4.4円もしくはこの移動平均線付近でサポートが出るかどうか、えー、こういったところにご注目いただければと思いますので、 参考にしてください。 あとで、ね、4時間足ですとこちらも移動平均線の下側が、ね、下げトレンドという形でございますが今移動平均線横ばいですので、ね、基本的にはボリンジャーバンドの上限と下限のレンジ相場という形でございますただ先ほどもお話した通り移動平均線付近でサポートが入ればです、ね、こちらが上げトレンド移動平均線が右肩上がりに切り替わってきますのでそういった場合には上昇トレンドに切り替わるというところでございますのでそのあたり、ね、移動平均線と平均足を使って、ね、しっかりと判断をいただければと思いますしまた動画の中 で私の方も解説をしていきますので参考にしていただければと思いますはい、えー、以上でメキシコペソ園を終わりまして最後に南アフリカランド円こちらも見ていきましょう はい、ランド円の方も、ほぼほぼ、メキシコペソとね、同じように、15分足の方は、1日かけて上げているというところでございます。しっかりとね、移動平均線が右肩上がり、その上が、もしお、および、そちらのね、その付近で、しっかりと、陰線から要線にサポートが入っているというところでございます。ただ、この5.8円をつけたところで、今、直近ではございますが、少しね、移動平均線を、割り込んでね、下げているというところが気になるところでございます。 今後はですね15分足のところは一旦は移動平均線を割り込んでしまいましたのでこちら60分足ベースの移動平均線の上側で,です、ね、陰線から陽線に切りがあるか。 こういったところにチェックをいただければと思います。前回もね、この5.7円超えたところでですね、まあ、達成感から一回調整したんですが、移動平均線、右肩上がりの移動平均線の上側および5.7円でですね、しっかりとサポートが入っている、まあ、ここのところですね、5.7円でしっかりサポートが入っているという形でございますので、まあ、移動平均線を割り込んでもですね、この60分足ベースでの上から、上側ですね、 えー、移動平均線の上側で陰線から陽線に切り替わればですね、えー、そこはまだまだ上昇トレンドが続くという形でございますので、まあ、このあたりね、えー、少し注目するポイントに近づいてきてるかなというところでございます。えー、そして、えー、5.6円がね、市、え、場、ー、最安値ということで、えー、南アフリカランドもメキシコペソ円同様ですね、市、え、場、ー、最安値の少し上側で明確にね、今までの下落トレンドであった移動平均線を上抜けて、えー、こちらもね、えー、ボリンジャーバンドの上限を V 字でね、えー、曲げるような上昇したというところでございます。 しかしながらね、前回の5.9円まで行く,前か行く前にですね、今、移動平均線でサポートが入るかどうかというね試練が与えられていますので、そちらでね、サポートを受けることができれば5.9円目指すと思いますし、こちらを割り込んでしまいますとね、次はまた5.7円のこのボリンジャーバンドの加減、およびサポートラインですね、こういったところのサポートを目指すかなというところでございますので、ぜひこの60分足ベースの移動平均線と平均足の攻防ですね、こちらに注目をいただければというところでございます。 4時間半見ていきましょう。 はい、4時間足もね、メキシコペソとほぼほぼ同じような状況でございます。今までの下落トレンドからですね、こちら移動平均線を超えまして、そしてサポートが入ったというところでね、5.9円をつけたというところでございます。5.9円今までのサポートラインでしたので、まあ、レジスタンスとして機能してしまいまして、ここも勝負どころの移動平均線。ここで反発が入らなかったというのはメキシコペソと同様だったというところでございます。そして最安値のね、5.6円ありましたが、その少し上側でね、V 字回復 回復したということで、こちらもね移動平均線を今、4時間足ベースでは超えているというところでございますが、まあ、上昇トレンドというところよりもですね、今は移動平均線がこちら横ばいという形でございますので、まあ、基本的にはボリンジャーバンドの上限と下限を行ったり来たりするというようなレンジ相場でございます。しかしながらね、5.9円まで行くのかどうかというのは、まずはね、5.8円の割れたところの60分足のね移動平均線のサポートが入るかどうかというところもありますし、あと4時間足ベースでね、こちらのサポートが入るかどうかこちらのサポートが入る とというところもね注目があろうかと思いますので、まあ、しっかりとねまずは5.8円を抜けた場合は5.9円ぐらいでねロングの方は利益確定をするというところとですねあとは60分足ベースでそもそもこの移動平均線よりか上側でねサポートが入るかどうかこういったところに注目をいただきながら南アフリカランド円の方は対処していただければと思いますので参考にしてください。 はい。以上でね、新興国通貨3兄弟の解説を以上といたします。今回のね、動画解説が少しでも参考になったという方はですね、いいねボタンやチャンネル登録、そして Twitter のフォローしていただけば私のモチベーションとテンションが上がりますのでよろしくお願いいたします。はい。ゴールデンウィークもね、もしかしたら明日でね、最終日となる方もいらっしゃるかもしれませんが、あとね、お仕事があるかも、ある方もいらっしゃるかもしれませんが、まあ、お仕事もね、トレードも一生懸命頑張っていきましょう。バイバイ。